よし、やっていきましょう。謎はすべて解けた。こちらのゲームはですね、推理ゲームなんですけれど、なんかカードの裏に書かれているワードを、推理して、それが何を指しているのかというのを当てるゲームらしいですね。ちょっとハウトゥープレイ見てみましょうか。このゲームは大回答から届いた動くカードのヒントから推理を行い、何を指しているのか当てる物当て推理ゲームです。あ、操作方法。1、問題カードを選択する。複数枚あるのね。2、カードのヒントを手がかりにして何を指しているのか考える。まあ、連想ゲームみたいな感じなのかな。3、答えが分かったら回答ボタンから答えを入力する。シンプルだね。ヒントボタンを押すことにより、5つずつヒントを解放することができます。ヒントを解放すると、ヒントポイントが生じますので、お気をつけください。右のようですね、100。1回にどれくらい生じるんだろう。HP は毎日ログインしたり、問題をクリアすることで貯めることができます。10枚カードを解くと新たなカードが追加されていきます。大回答から届くカードは全部で100枚。全体結果を目指してください。なるほど。今は10枚しかできないってことだね。とりあえずスタートしてみましょうか。やってみないことには勝手が分かんないからね。じゃあスタートしまーす。お、10枚ある。卓上のカードを選択。順番に行きますか。全部で100枚って言ってたからね。めちゃめちゃあるね。じゃあ、左上から行きまーす。よいしょ。お、大きさ手のひらサイズ。重さ軽い。生体金がいる。購入スーパーなどで買える。特徴1、ネバネバしている。これ、ナトゥーじゃないの？ナトゥーじゃ。どうだろうね。ヒント見るまでもないような気もするけど、まあ、最初の1問目だからね。そりゃ簡単だな。じゃ、回答します。答え。ナトゥー。はい、じゃ、納豆で。いきます。オッケー。お、正解だ。よくわかったな。答えは納豆だ。ありがとうございます。まあ、最初だからね。まあ、簡単でも仕方ないよね。あ、HP が110になったよ。なんか、桁がさ、5桁ぐらいありそうだね、HP。なるほど。じゃ、次の問題行きましょう。次の問題。よし。じゃ、シャープ2ですね。今度はちょっと難しくなるのかな？お、大きさ。だいたい両手で抱えるくらい。両手で抱える。重さ、基本的に軽いが重いものもいる。え？個体差があるってこと？生体生き物。購入専門店などで買える。特徴1、モフモフで愛らしい。だってモフモフのペットなんてたくさんいるしね、生き物。でも両手で抱えるくらいだから、犬かな？でも基本軽いって、ワンちゃん基本軽いのかな？小型犬は確かに流行ってるけど、大型犬も多いしね。どっちだろう。モフモフで愛らしい。猫はそんなに重さのばらつきはないと思う。犬は、まあ大型犬とかもいるし、ばらつきはある。でも基本軽いっていうのがちょっと引っかかるんだよね。ハムスターとかかな？ハムスターって基本的にはちっちゃいじゃん。でもでっかい種もいるじゃん。ヒント見るか？いや、これ一回答えてみよう。多分ハムスターだと思う。じゃあ、ハムスターで行きます。え、違うの？ダメか。じゃあ、犬かな？ヒント見ちゃうじゃあ。ちょっとヒントがどういうものかっていうのも気になるから、ちょっと見てみようか。じゃあ、多分犬だと思うんだけど、ヒント見ます。5ポイントで1つ解放。あ、5ポイントなら全然ね、何回でも使えるし。じゃあ、ヒント解放します。あ、柔らかい。フランスでは食べるらしい。え、食べるらしい。フランスでしか食べないってこと？泣く。専門店や動物園、学校など、耳が長い。ウサギ？え、でもウサギ日本でも食べるしね。フランスでは食べるって言い方がちょっと引っかかる。でも耳が長くて、泣く。ウサギって泣くか？ウサギ泣かないな。え、ウサギって泣くあれ。泣き声聞いたことないな。え、これ難しいぞよ。2問目にしていきなり難しいんだけど。でもウサギは、大きい種。いるかな？大体同じ大きさなイメージがあるけど。もふもふで愛らしい。猫を食べるなんて聞いたことないしな。中国あたりでは犬を食うとか言うけどね。あかんねえ。ちょっともう一個ヒントやるか。ヒント解放。好きな人にとっては必要。え、どういうこと？用途はめでる。道具ではない。故障、壊れるものではない。電池必要ない。わかんない。ちょ、うさぎ耳が長いって言ったらうさぎしか考えられないから、うさぎにしようか、じゃあ。だって犬は耳が長くないしね。じゃあ、ウサギで。ウサギ、どうですか？あ、正解なんだ。フランスでは食べるっておかしくない？別に世界中で食べられてるんじゃないの？食べるらしいって最も食べたことないような言い方だけど。ああ、なるほどね。よかった。ちょっと難しいね、今のは。じゃあ、シャープ3で。大きさは両手で持てるぐらい。重い。生き物ではない。ホームセンターなので買える。食べ物を作るのに使う。両手で持てるぐらいの大きさで漬物石とか食べ物を作るときに使う。だって重いんだよね。重い調理器具ってなかなかないぞ。ホームセンターでも買えるし、生き物ではない。両手で持てるぐらい。まあ持てなきゃ漬け石じゃないしね。漬物石で。じゃあ漬物石でいきます。はい、じゃあ漬物石で OK。おお、やった、一発クリア。いいね。これはなかなかいいひらめきだったんじゃないか。やったぜ。よし、じゃあシャープ4で。
大きさ比較的小さいがサイズは様々。重さプリンと同じぐらい。プリンと同じぐらいってどれぐらいだ？リンゴ1個分？え？生き物ではない。スーパーなので買える。甘い。比較的小さいがサイズは様々。プリンじゃないんだよね。で、プリンと同じようなもので同じスイーツ分類なんだろうな。でもサイズは様々。プリンと同じで最後コーヒーゼリーとか。これちょっと難しいよね。このヒントだけじゃちょっとわからないよね。いろんな種類があるから。コーヒーゼリーもそうだし、モンブランとか、ケーキとかもね、そうだしね。いろんな大きさあるし。ちょっと感触とか食感、音？ちょっとヒント見てみようか、一個。ね。ヒント解放で。プルッとしている。これゼリーかな？食べられる。音は出さない。スーパーや冷蔵庫。透き通っている。これゼリーでしょ。でもこれでさ、いちごゼリー、オレンジゼリーとかさ、種類まで問われたらちょっと困るけど、多分ゼリーだと思う。比較的小さい、様々。まあ大きいサイズもあるしね。じゃあゼリーでいきます。ゼリー。はい、OK で。やったぜ！完璧です。ありがとうございます。あ、まあこれはね、ヒント1で余裕だったわな。シャープ2がすごい難しかったんだけどね。おかしいな。で、シャープ5で。お、人よりは大きい。人より大きい。重さ、人より大きいものが多い。動物かな？生き物ではない。あ、生き物じゃないの？おもちゃ屋などで買える？漕ぐもの？漕ぐもの？船？おもちゃ屋で買える？この船って。人より大きくないと船はね、成り立たないし。生き物じゃなくて人より大きいもの。大きいものが多い。自転車とか？あ、自転車って漕ぐって言うかな、あれ。おもちゃ屋でもね、買えるもんね、自転車。自転車じゃない？自転車。どうだ？違うか。漕ぐもの。漕ぐって言ったらやっぱ船かな。じゃあ船行くよ。船さん。船どう？違う。もうおもちゃ屋で買えないもんね。これちょっとヒントもらおうか。ヒントもらいます。硬い、食べられない、ギーギーとなる。ね、公園の庭、椅子がついている。椅子がついてて公園の庭で出現する。子供の遊び道具なんだよね。三輪車、でも人より大きいか。これギーギーとなるもんね。三輪車漕ぐもの、あれ漕ぐっていうのか。じゃあ三輪車行ってみようか。三輪車、おもちゃ屋さんだし。どう？違うか。ボートでやってみる。ボート違う。わかんねえ。ちょっとヒントにもらおうか。これヒントに。一部の子供にとっては必要。補助輪？遊ぶときに使う遊具。老朽化すると壊れることがある。遊具でしょ。遊具って言ったら滑り台とかいろいろあるけど。ギーギー。ブランコ？漕ぐ。ブランコって漕ぐっていうか。でもおもちゃで買えるの、ブランコって。でも公園や庭にある家庭もあるんだろうね。じゃあちょっとブランコで行こう。ブランコで。これむずいな。ブランコ。オッケー。お！おもちゃで買えるの？ブランコって。椅子が、まあ、椅子、あれは椅子だしね。難しいわな。人より大きい。まあ、全体的に考えたら大きいか。でも、おもちゃには売ってないんじゃないかな。ちょっとそれはちょっと微妙だけど。じゃ、シャープ6いきます。大きさ。大きいものも小さいものもある。大小様々。軽め。生き物ではない。雑貨店などで買える。割って使う。割って使うもので雑貨店で買えるものってなんだ？割るもの、くるみ。でも大きいものも小さいものもあるんでしょ？割って使うもの、割り箸。割り箸は大体同じ大きさか。割る。スイカ？でもスイカは植物だから生き物じゃないの。でも軽めだしな。割って使う。もうひらめいたらすげえ気持ちいいんだろうな、この段階で。この段階でピンときたらすげえ気持ちいいんだろうけど。なんだ？割って使うもの。ちょっとヒント見ようか、ヒント。紙吹雪もクラッカー割って使うしね。大きい、あ、確かに大小さ、小さいものが大体だけど、大きいものもあるか。でも固めか、あれ。まあ、柔らかいと硬いから言ったら硬いし、クラッカーかな。じゃクラッカー、オッケー。違うのか。なんだ、あれ、クラッカーじゃなかったっけ。あれ、なんて言うんだっけ。クラッカーじゃなかったら、なんだろう。ちょっともう一個ヒント見てみる。ヒント解放。祝い事の時には必要。紐を引いて割る。あれ、クラッカーじゃないの。お祝いをする道具、壊れる。必要ない。花火ってわけでもないしね。花火ってなんだ。クラッカーじゃないとすると、あれか、なんだっけ、お祝い玉みたいなの。あの玉、なんつんだっけ、紐引いて、パカーンって出てきて、なんか、のれんがボーンと出てくるやつ。あれ名前なんつんだっけ、くす玉だ。くす玉。くす玉じゃないじゃん。くす玉。くす玉。これでどう？来たよ。なるほど、確かに大小様々だしね。くす玉ね。いやー、難しかったな。そっかそっか。名前が出てこなかった。お祝い玉ってなんだよな。じゃあ、シャープ7いきます。お、小さい。重さはとても軽い。生き物ではない。専門店なので買える。守るもの。守るもの？愛すべき人？
なんだろう、愛すべき人じゃ、小さい、小さいか分かんないけど、愛すべき人オッケー、ダメか。専門店じゃ買えないもんね、確かに。生き物でもないしね。二次元の嫁とか、専門店で買えるし、生き物でもないけど守るものだよね。小さいし軽いし、タブレットだし。ちょっとヒントに行ってみようか。これだけちょっと分かんない。ヒント2、硬い、食べられない、入れて回すと鳴る。入れて回すと鳴る、なんだそれ。カバンの中やロッカーに出現、同じものはスペア以外ない。鍵、防犯って意味で守るってことなのかな。いやでも二次元の嫁でも当てはまるぞこれ。硬いしね、硬い、画面の中入れないし、食べられないしね、硬いから。入れて回すとなる。これがちょっとな、何を入れるのかな。カバンの中やロッカー、そうだね、いつでも携帯できるようにタブレットの嫁もいるだろうし、同じもののスペアはいない。そうだね、たとえ外見は同じでも俺だけの嫁なんで、同じもののスペアはいないし、やっぱ二次元の嫁なんじゃないかな。いやでもどうなんだろう、やっぱ鍵なのかな。鍵でいきましょうか、鍵で。鍵はじゃない、鍵。鍵じゃない、鍵。鍵、OK。来た！なるほどね。まあ、二次元の嫁でも答え同じようなもんだもんね。うん、OK、OK。いいぞ、いいぞ。よし、じゃあ、バチいきます。大きさ、小さめ。で、軽い。生き物ではない。専門店や雑貨屋なので買える。最近はファッションにもなる。最近は、今まではファッションじゃなかったってこと？ヘッドホンとかかな？なんだろう。ちょっとヒント2いきます。基本的に硬い。じゃあ柔らかいものもあるの？食べられない。音は出さない。じゃあイヤホンじゃないね。街に出た時やお店。ないと生活できない人もいる。メガネとか？硬いしね。基本的に硬いっていう言い回しは、なんかすげえさ、柔らかいやつあんじゃん。形状記憶の。すっげえ曲げても元に戻るみたいな。それのことを指してるんじゃないかな。で、街に出た時やお店。まあ、ファッションとして伊達メガネをつけるみたいな。で、その視力が悪い人はないと生活できないし、メガネなんじゃないこれ。どうだろう、メガネにメガネ。カタカナで大丈夫？オッケー。よし！完璧！いいぞ、いいひらめき！いいね、いいね。素晴らしい。いいじゃない、調子いいんじゃない。よし、シャープ9。いくぜ、いくぜ。起きた。すごく小さい。重さとても軽い。生き物ではなくて専門店なので買う。補うもの。補うものってなんだ？愛かな。でもすごく小さくはない。愛は大きいもの。軽くもない、とても重いもの。難しいな。これはちょっと補うだから、なんだろう。補う。すごく小さくて軽くて、専門店で買って補うもの。パッドとか？女の子用の。パッド。パッド。パッドどう？パッド。補ってるしね。違うか。なんだろう。ちょっとヒント2いこうか。柔らかい、パッドだね。食べられない、パッドだね。音は出さない、パッドだね。専門店、パッドだね。昔は10円玉ぐらいの大きさ。パッドじゃなくなった。10円玉ぐらい？乳首？乳首ガード？乳首ガードかな？乳首ガード。乳首ガード以外考えられない。すごく小さいし。乳首ガード。乳首ガードでしょ？違うか。どうなんだろう。10円玉ぐらいの大きさ、昔は10円玉。でも柔らかいんだよね。補うっていうのがちょっとわかんないな。これむずいぞ。小さくて軽くて補って。昔は10円玉ぐらい。でも今はちょっと大きいわな。絆創膏とかかな？補う。ちょっと絆創膏やってみよう。絆創膏。ほら、違うか。ちょっとヒント2いってみます。ヒント2。目が悪い人にとって、あ、わかった。つけて使う。生活力が悪くなる前、悪くなる前に取り替える？故障、あ、まあ、故障した場合はね。うん。多分これコンタクトレンズじゃない？昔が10円玉ぐらいあったのか知らないけど、目が悪い人にとってはっていう言い回しはもうメガネかコンタクトしかないじゃん。柔らかいし、でも柔らかいの？ソフトレンズとかハードレンズとかあるんじゃないの？私コンタクトつけたことないからわかんないんだけど。柔らかい。まあ、でも多分コンタクトだと思う。コンタクトレンズ。コンタクトレンズ。OK。よし！完璧！いいね。ちょっと柔らかいっていうのは微妙だよね。硬いものもあるしね。なるほど。じゃ、シャープ10。いきます。小さいものも大きいものもある。大小様々は重くて生き物ではない。家電量販店などで買える。いろいろな場所を見ることができる。見ることができる。テレビじゃなくて？テレビかな？テレビいきます。テレビ、どうだ。簡単すぎんだけど、最後の問題。いいの、最後の問題がこんな簡単で。OK。じゃあ、時間もいい感じなんで、今日はこれで終わりたいと思います。とりあえず、シャープ10までやりましたけれど、これ、ひらめいた時のね、あの、なんか、なんつったのね。あ、ひらめいた時の快感がすごいね。なるべくヒントを見ないでこれやった方がね、いいんだろうね。よし、じゃあ、
今度からはなるべくヒントを見ないで頑張っていきたいと思います。